中等部の先生から三千院先生に荷物預かってきたんだよ。それに高等部の校舎に来ればお兄ちゃんに会えるかなって思って思いって叶うもんなんだね。始まっちゃうから戻らなくちゃ。もうそんな心配そうな顔しなくても大丈夫。みんなこれでもお勉強頑張ってるんだから。それじゃあね。何しろ高校の全校生徒が参加するだろう。試合回数が半端じゃなくってさ、なるべく多くフィールドを作らないといけないんだよ。じゃあ俺もう一踏ん張りしてくるから。じゃあな。夏はかき氷が食べたいです。あの抹茶のシロップと金時と白玉と練乳がたっぷりのっている。いえ、弥生先生が勧めてくれました。だから食べてみたいです。あの、よかったら君も一緒に。はい、約束です。おかえりなさい。
り、お兄ちゃん。だって、みんなお兄ちゃんに会いたかったんだもん。お家の前で待ってたらね、この女の人が入ってきたの。みんなこの人知ってるよ。暦学園の高等部の先生でしょ。ねえねえ、なんで？なんで？なんで一緒にいるの？の日なんですね。そうですよね。なんだ、そうだったんだ。みんな変な想像しちゃった。それじゃあお兄ちゃん、また来るね。バイビー。理由は分かったけど、ちょっと悔しいな。たまにはお背中流しましょうね。うつき、背中流すのうまいんですよ。小さい頃、祖父母と一緒に暮らしていたから、いつも背中を流してあげてたの。おじいさまったらね、うつきの腕は世界一だって。そうでしょ。よかった。はい、今度は前を向いてください。どうしてですか？あなたの体、全部洗ってあげたかったのに。それじゃ、これでおしまい。お湯に浸かったら、100数えるまで出ちゃダメですよ。100数えるまでって言ったから、我慢して入ってるんじゃ。無理しないで上がったら？
顔、タコさんみたいになってますよ。そうですか？じゃあ…お腹すいたでしょ？今日は焼きそばと中華スープを作ってみたんですよ。いただきます。適度な香辛料は食欲を刺激してくれます。このスープ、薄すぎず濃すぎない塩加減が心にくいわね。溶き卵のホロホロ具合も絶品よ。むずきちゃんのお料理ってどれも美味しい。でかい皿をみんなでつつくのもいいな。お粗末様でした。よかった、綺麗に食べてくれて。ありがとう。私は後片付けがありますから、あなたはテスト勉強でもしたら？いいなあ、みんな可愛くて。こういうテレビに出てる子たちだよ。そうだよな、こういう子たちを見ると俺ももうちょっと可愛く生まれてればなんて思っちゃうんだ。お腹が空いたの前に言う言葉があるでしょ？
よくできました。今朝は弥生さんと二人で朝食を用意したんですよ。さあ、いただきましょうか。どっちの方が美味しかった？弥生さんたら返事に困ってますよ。あら、困らせるつもりじゃなかったのよ。なんとなく興味があっただけ。さあ、そろそろ学校に行かないと。そう、今日はソフトボール大会だったものね。クラス優勝に向けて頑張りましょうね。俺さ、今日スケット選手になるんだ。ええ、さつきさんは開幕の時のくじ引きで当たったチームのスケットになるんですって。私はクラスの監督兼応援団です。言ってくれないんですか？あ、もう行かなくっちゃ。それじゃあね。あ、俺も行くってば。探してたの。みんなね、中等部のバスケットボール大会で優勝したんだよ。それを兄ちゃんに教えてあげたくって。うん、みんなね、3点シュートを5回とね、ダンク1回決めたんだ。
町内会のバスケチームに入ってたからかな。みんなバスケってちょっとだけ得意だから。体が疲れちゃって、ちょっと休んでいたところです。そんな気を使わなくてもいいですよ。今日はあなたも疲れたでしょ？明日からは来週の試験に向けて頑張りましょうね。昔から運動神経と体力には自信あるしな。まあ、もし俺がオリンピックに出ることがあれば応援しに来てくれよ。頑張れ日本なんてな。遊びに来ちゃった。ねえ、お兄ちゃんってたっくさんの先生と一緒のお家なんだね。みんな今日夕方からずっと見てたの。ねえ、学校にバレたら大変なんでしょ？だからみんなお兄ちゃんのために黙っててあげる。その代わりみんなたまには遊びに来てもいい？お兄ちゃんは優しいから絶対にいいって言ってくれると思ったんだ。
夜は一緒に寝てもいい？寮にいた時はよく一緒に寝てくれたよね。だから、ね、いいでしょ？ねえ、お兄ちゃんと一緒に寝るの久しぶりだね。大丈夫、みんな熱くないよ。お兄ちゃんの体温気持ちいいもん。起きなさいったら。どういうことなのかしら。言うなら深い事情でしょ。で、どういうことなの？お兄ちゃん、みんなまだ眠い。いい度胸じゃないの？こんな可愛い子を連れ込むなんて。そういうわけだったのね。それなら話はわかるわ。しょうがないわね。みんなにも言っておくわ。でも、あなたが若い女の子と二人で寝てたってのは許せないわね。私たちは特別なの。ジョギングしてたら朝市やっててさ、取れたてをふかしたジャガバター売ってたんだ。たっぷり買ってきたから一緒に食べようぜ。俺大好きなんだ。お前は？そうそう、で、ちょっぴり塩を振ってさ。そうそう、今日からムツキたちがテスト勉強の特訓してくれるってさ。今夜がムツキとキサラギで、お前転校してきたばっかだろ。だから授業で習ってない部分を補習するって感じじゃないか。弥生は明日学校で、
うずきは明日の夜家で特訓するんだってよ。まあ頑張れよ。さてと、じゃあ俺は先に行くな。